はい、今日はこの日産アリアですね、こちらのオプション選びがちょっと難しかったので、ちょっと説明していきたいと思います。はい、まず悩むところがプロパイロットの選択になります。まあ、プロパイロットというのは、まあ、自動運転系の機能になりますが、どこを見ればいいかというと、このメーカーオプションですね。これ表が2つなのに同じ言葉っていうのはちょっと気に入らないんですけど、メーカーオプションの、こちらですね、プロパイロット 2.0 を選ぶとこの値段というのが書いてあります。まあ大体40万とかですね。で、これを選ばなかった場合がここに書いてないんですね。マイナスプロパイロット 1.0 って書いてある。まあいいや、まあ、そこがですねあまりわからないところですが、この 2.0 を選ばない場合、プロパイロット 1.0 というものがついてきます。標準でですね、そこがちょっとわかりづらいです。で、そのプロパイロット 1.0 と 2.0 の違いっていうのはですね、どこにも書いてないんですね。ちょっと別に資料があるのかもしれないですが、まあ、だいたい車速追随とレーンキーピングがついてくるのが 1.0 になります。で、ここを見れば 2.0 の追加機能が分かるのかな。まあ、リモートパーキングですね。あと、ヘッドアップディスプレイ。ステアリングスイッチっていうのが、まあ、意味わかんないですね。ダブルシャークフィンアンテナ。これは、天頂衛星導きを受信するアンテナが追加で、屋根の上についているシャチかなんかの、その、ヒレの形のアンテナが1つから2つに増えるということですね。で、これでも機能が書いてないんですよね。まあ、機能的には高速道路で手放しができるというところらしいので、高速道路上の手放しのためだけにこの46万5千円なりが払えるかというところになるので、そこがちょっとわからないので不親切かなというところです。さらにですね、値段が変わります。これは日産コネクトの料金ですね。これは払わないといけなくなるんですけど、プロパイロット 1.0 だと7920円になります。これがまた 2.0 だと加入できませんと書いてあって、意味がわかんないですよね。この資料作りしたやつ出てこいと言いたいんですが、まあ、プロパイロット 1.0 だと8000円年間ですね。で、2.0 だと25,520円。まあ、10年乗ったとして、25万なのか、8万なのかと。ここでまた差が出てくるんですね。で、これは 3D、マップの更新費用ということで、まあ、3D マップが結構お金かかるのかなというところですね。ここもナビ車両っていうところが 1.0 と 2.0 で分けてくれればいいのにいちいちここを見ないとわからないんですね。 3D 構成地図データ更新なので、ちょっと心配になるのが車両のソフトウェア更新がどうなるのかというところですが、それはオーバーザエアのソフトウェア更新ですね。ここで、日産コネクト加入をしてなくても、地図更新しなくても、車両ソフトウェアのアップデートを行います。ただナビって書いてあるのが、まあ、これが地図ナビ機能ですよね。だから地図更新をしたければ、日産コネクトの料金を払ってくださいということかと思います。そこら辺をちゃんと資料作った人書いてください。はい、あとですね、ちょっと混乱を与えるものとして、ディーラーオプションですね。これディーラーオプションのカタログになりますが、カーラムプレミアムっていうのがあるんですね。で、これが 69,700円もして、何が付加価値なのっていうのがわからないんですね。で、標準にある
アラームもあるそうです。これプレミアムって書いてある。これ標準では、車両のドアのこじ開けの時にですね、アラームが出る機能はあるみたいです。ちょっとここら辺もあるのかどうかちょっとわかんないんですけど。で、ここら辺の、超音波センサーや傾斜センサーでの通知はありません。バッテリーケーブルの外しでアラームが出るかどうかもちょっと、あ、これはあるんですね。これは標準であるんですよ。だから標準であるものも書いてあるので、このカーアラームプレミアムの説明はちょっともういけてないので、やめてください。で、何が標準機能かっていうのは、こっちの日産コネクトの、カーアラーム通知を見るとわかる感じですね。で、これは標準機能の通知で、ディーラーオプションの通知はこの携帯には通知されません。コンテロって。もう立って割りでもう本当にふざけてる。それで、まあ、ここに、標準機能のアラーム機能が書いてあるということで、こじ開けですね。あとは、リモートコントロール以外で解除。ワイヤー切断、バッテリー外れ、これは標準っぽいですね。まあ、詳しくはディーラーに聞いてください。ということで、もうプロパイロットの選定と日産コネクトの選定だけでこれだけのその資料不備というかですね、分かりづらさがあるというところになります。あとですね、分かりづらいのが、充電設備ですね。これまあオプションではなくてですね、まずこのまあ、この会社に限ったことじゃないとは思うんですが、別の会社に頼まなきゃいけないということがあります。ですね、さらにですね、選択肢としてですね、ここを見ちゃいけない。はい、充電設備はですね、3つの資料を見ないと分かりません。で、1つはメーカーオプションのこの右上で、ディーラーオプションのこのここら辺ですね。で、ケーブルはここら辺で、その他としてこっちというところですね。で、まずはケーブルですね。ケーブルを選ばなくてはいけません。で、ケーブルですが、非常に分かりづらいんですが、 100V はここからしか選べないですね。 7.5m で、 200V については 3m、15m がここにありますが、7.5m の 200V はこのメーカーオプションです。ですので、 15m が 3m ですね、 56,100 で、 7.5m がもっと安くて 55,000 だから、 3m より、あ、 7.5m の方が安いと。で、大体ここを見るとディーラーがどれだけ取ってるかが分かるかなというところで、まあ、少なくとも、まあ、ちょっと 10% ぐらいは取ってるかなというところですね。もう価格設定だけでディーラーの追加費用が分かる。こういうの勘弁してほしいな。で、まあ、ここのケーブルホルダーや充電ケーブルリールは、まあ、自分で選ぶということでいいかと思うんですけど、まあ、それ以外、これがですね、3kW 充電なんですね。それ以外に、6kW 充電という選択肢があります。で、6kW と 3kW の違いはですね、アリアの本体カタログの16ページ17ページですね、こちらに書かれています。で、これですね、3kW、これまた順番じゃないのがふざけた。3kW ですね、普通にあのディーラーオプションの機器を設置すると満充電までに25時間かかります。さっきのこちらですね、こちらの機器をつけると、12時間で済みますというものになります。またこれいろいろ書かれてるんで、資料だけだと選べないというのはひどいですか。で、じゃあ、3kW と 6kW どっちを選べばいいんだと
まあ、価格の問題もちろんありますが、まあ、総費用が大体目安でこの他社のここに書いてある、まあ、総費用っていうかですね、まあ、ケーブル代とか除いてというところにはなりますが、というプラス5万となので、ここは9じゃなくて11ですね、11万ということになりますね。これコンセントだけだ。なので16万プラスするかどうかと、まあこれは本体価格というか、あの充電器本体ですね。で、こちらオンデマンドっていうのは、まあ電源容量を超えると充電容量を下げてくれるというものらしいので、まあ、ちゃんと計画的に運用すればいいのかなと。まあ、ただブレーカーが落ちた時にですね、どう車が動くのかはちょっと聞かなきゃいけないですね。はい、というところになります。で、じゃあこの 6kW が現実的かどうかということについては、資料のこれを見て分かるかっていうと、まあ分かりづらいんですけど、だいたいですね 6kW で充電すると60アンペア必要になるということですね。ただ100ボルト換算ですが200ボルトだろうとでコンセントで30アンペアっていう意味もちょっとよく分かりませんが、まあ、200ボルトで、もういずれもって書いてある、なんかよく分かんないけど、まあ30アンペアですね、多分。で、30アンペアで、ここはちょっと聞かなきゃちょっと分かんないですね。まあ、プラス30アンペアと見て、まあ60アンペアなのかな。でも、普通の契約だと上限50アンペアなので、まあどうするのということで、契約50アンペアの場合、必要な電流は80アンペアとなります。これもわかんない。まあだから重量電灯 C っていうのを選ばなきゃいけないのかな。で、通常50アンペア契約ですけど、80アンペアに、変える必要があるのかなと。とにかく普通の契約では済まなくなるということですね。ということで、普通の契約では済まなくなるので、基本料とかそういったものが大きく変わってくるということで、まあ通常はこの 25.5 時間で済ませて、まあ足りない時は近くの日産販売店の急速充電器を使うという運用が一般的のようです。ただこれですね、これ6kW 充電器ですね、テスラだと6万円ぐらいなんですが、これ15万円もするのが意味がわからないですね。はい、ということで、まあ一般的にはディーラーオプションを選択すればいいようです。まあちょっと毎日200キロぐらい走るという人については、この 6kW を選択された方がいいかもしれませんというところです。なので普通の家庭の人はこの 6kW じゃなくて 3kW ディーラーオプションを選択して、25時間満充電はかけて15アンペアぐらいですかね、結構な電流を25時間流しておいて、で、それが、しんどいと、ブレーカー落ちちゃうという人は、あるいはまあ完全にこう長距離乗って家電してもちょっと足りないよという人は、日産の急速充電器に行くと。で、これ 50W 90W になってますが、まあ、もうちょっと高いものが出てきてくれればいいかなと。だって30分制限なんだからこれ書いたって意味ないじゃない。本当ね。なので30分制限あるんで、家電して急速充電器と、この2つを掛け合わせないと充電はできません。はい、というところです。で、アリアの一番の特徴がですね、今までのリーフとか違って、まあ、テスラと同様に、バッテリーの温度コントロールですね、リチウムイオンの、温度制御機能がついたというところになります。それがですね、あまり書かれてないんですね。まあ一定の温度に保ちますということなんだと思いますが、まあ、高温の時に冷やすのはまあ当然として、温度が低い時ですね、
バッテリーの温度が低下してしまっている時に、チャージをしてもチャージがあまり進みません。で、その場合テスラの場合プリコンディショニングということを行いまして、スーパーチャージャーに向かう時にバッテリー温度を上げてくれます。まあ、途中でですね、まあ、ナビ連動ということで。で、このアリアはどうかと言いますと、それはないそうです。充電ステーションに到着して充電が始まってからバッテリーの温度を上げるということなので、ちょっと寒い地域にいる人で急速充電器を使う場合、あるいは、まあ、寒い地域に旅行に行かれる場合は要注意ということですね。で、今後の車両ソフトウェアアップデートで、そういった機能ができるんですかということも聞いたんですけど、それは情報がありませんと言われましたね。あとちょっと AC100V とシガープラグがちょっとあるのかと、まあ、AC100V はなさそうですけどね、ちょっとそれを確かめに行きたいと思います。はい、今日は以上です。